はい。皆さんこんにちは。ワンダリュー・リュウジです。では今回は、Heart of Iron for Resistance DLC を入れたアメリカ軍プレイ、続きやっていきたいと思います。現在進行中、なんかやたら発音が良くなっちゃいましたけど、進行中の作戦は、日本をね、これ以上でかくさせないぞということで、今ですね、中国戦線の方に、義勇軍を合計6師団派遣しています。この6師団で持ちこたえている間に、日本との開戦を正式に行っていきたいなというふうに思っています。で、画面の右上、国際緊張度が今 88% になっていると思うんですけど、これが 100% にならないといけないんですが、おそらくドイツが暴れ回ってくれるおかげで、あっという間に 100% に到達すると思うんで、100% に到達したタイミングを見計らってですね、すかさず日本への開戦ということをやっていきたいと思います。で、そのために、今後の国家方針なんですけども、まずは、この先ですね、戦争プロパガンダ入れてアジア重視、で、一気に日本への開戦路線というね、段取りでいきたいと思います。今入れている国家方針が終わったら、戦争プロパガンダに入って、アジア重視で日本と開戦に持っていくという流れですね。2回言いました。では、まったり時間を進めていきたいと思います。で、フィリピンの方にですね、今後の開戦を、早速フランスが降伏か、早いな。おかげで、早速、国際緊張度が 100% になりましたね。ただ、この状態だときっとまだ日本に開戦、宣戦布告準備ができないんじゃないかな。そうだよね。あ、できるね。戦争。行きましょう。どこにしようかな。どこでもいいけど、とりあえずサイパンかな。ここは本当にどこでもいいとこです。30日間で。3ヶ月後に開戦か。思ったよりもちょっと早い時期の開戦になりそうですね。で、フランスがやられたことによって資源が軒並み手に入らなくなっているので、輸入元を切り替えていきましょう。ソビエトでもまだいいかな。イギリスよりはソビエトの方がまだいいでしょう。護衛するための海軍がちょっと不足しているのでね、広大な大西洋に回している戦力が全くない。太平洋の方には一応ね、太平洋艦隊をいくつか出してあるので、そこでなんとか頑張ってもらいましょう。で、あとは、そうだな海軍の展開もちょっと考えておけばいいよな。陣営招待、もう入ってしまうかどうかちょっと微妙だけど、もう陣営に入っておいた方がいいかな。ここで一応連合国側に入っておいて、かつ日本と開戦すると。もう本当に世界大戦になりますね。では、義勇軍も戻します。もう危ないと思うので。で、30日間。だったら、日本と正式開戦ですね。で、開戦と同時にすぐに、台湾に上陸をかけていきましょう。なので、台湾に上陸作戦をちょっとね、検討していきます。で、国家方針は先ほど同じした段取りで進めていきます。戦争プロパガンダに入って、アジア海流ですね。で、空いた、海軍の工場、造船所は潜水艦を作ります。潜水艦を3個。で、あとは戦艦も作ります。今ちょっと足りていないなと思っている、陸軍の装備ね。これはどうしても、軍需工場が必要になってくるので、軍需工場がね、出来上がってくる、追いついてくるのを少し待ちます。で、太平洋の方に割く艦隊、実はあんまり数がないので、ここはですね、グアムに艦砲を置いておきます。で、艦隊も移しましょう。太平洋艦隊の方ですが、まずは第一太平洋艦隊。第一太平洋艦隊の展開場所なんですけども、広大な太平洋をですね、今持ってる艦隊戦力で全て補うのは事実上無理なので、まず第一太平洋艦隊ですね。これをフィリピンから、東シナ海。この辺りに展開します。南シナ、フィリピン、東シナですね。で、第二太平洋艦隊。これをですね、日本を取り囲むように、太平洋に日本を出さないぞという、動きですね。これをしっかり固めていきたいと思います。で、大西洋艦隊も一応ね、稼働させておく必要があるかなとは思うんですが、十分な戦力がないので、ここはですね、一度、近海で待機させておきます。日本との戦いが有利になったら一気に太平洋の方に介入していきましょう。さあ、では、時間を進めていきます。日本との開戦が30日後。まあだから4月ですね。で、強襲上陸を、まずは台湾に仕掛けていきます。で、マニラからも強襲上陸かけましょう。どこに強襲上陸するかだな。フィンランドとソ連も戦争になりそうですね。まあ一旦、日本を中国から追い出しておく必要があるので、中国の方に強襲上陸を仕掛けて、一気に、戦線をね、有利に進めていければいいかなと思います。研究枠はもう即効性のあるものを中心に入れていきましょう。ダメコンかな？ダメージコントロールを入れておき、いや、火器完成だね。火器完成の方が早いので、50使って一気にブーストをかけましょう。陸軍の装備ですね。続いて、徴兵を少しいじりましょう。正面戦闘幅がかすすぎるな、いくらなんでも。陸軍の経験値が足りないな。軽戦車1でもいいので入れたいところですよね。戦争がひとたび始まればあっという間にこの経験値は回収できるとは思います。で、グラマンの方が艦載機化の研究が終わったので、今度は、艦爆の方ですね。艦爆の方の研究を次に進めます。で、観光、グラマンの方は、アップデートをかけましょう。艦上攻撃。これで空母にね、新しい艦載機が順次配備されていくと。いう状況になろうかと思います。で、追加で、日本に軍を送る必要が、まあ、出てくるだろうということを想定して、フィリピンの方に増派しておきます。ソ連とフィリピンの戦争は先ほどの予見した通りですね。では、時間を進めていきましょう。はい。ではここで日本に対して宣戦布告可能な状態になりました。早速ですね、日本に対して、宣戦布告をしていきましょう。これで今戦争がどういう状態になったかですね。まずはドイツとアメリカ戦争になっちゃうね、ここは。まあ、ただ、師団の数、質、量、陸軍ではドイツの足元にも及ばないので、まあ、巻き返しが必要になってくるのかなというところですかね。でドイツ・アメリカ戦争、まあ、結局世界大戦になってるんで、もうどこ見ても同じですね。いや、これはなかなかここからしんどくなりそうだ。まあ、ただ、まずは台湾を取って台湾の飛行場を、まあ、奪取するというところと、あとは海軍ですよね。まあ、せっかく今回新しい諜報機関の話があるので、まず暗号の解読、これを解放して一気に敵のね、作戦状況を、白日のもとにさらしていきましょう。日本の動きをつぶさに見ようと。まあそういうことですね。見ていきましょう。まずは海軍、情報があんまり多いとは言えないな。どこにどんだけの戦力がいるかっていうところまでは、前回だか前々回だかで、海軍の機密情報がダダ漏れの状態まで持ってったんですが、今 63% まで下がってるので、どこに艦隊戦力がいるかっていうのがちょっと読み取れないですかね。77%。もうちょっと惜しいかな。で、今実行できる作戦は、まずは、スパローちゃんを戻しましょう。で、実行できる作戦。できれば海軍情報が欲しいからな。海軍の情報はちょっとないか。残念だな。海軍のね、情報が欲しかったところなんですけど。まあ、ちょっとここは我慢しましょう。で、問題の強襲上陸だ。台湾への強襲上陸がいつ進むかですね。では、時間を進めていきます。はい、では強襲上陸の作戦始まってますので、まずは台湾のね、解放ということをやっていきます。海軍同士の戦闘がちょっとないのが気になりますね。海軍戦力が違うところに展開してたりするとちょっときついかな。おっと、イソロクさんが潜水艦30隻を率いている。強襲上陸始まってますね。そしたら、すぐに、港を押さえましょう。台湾に敵の陸軍は駐屯してなさそうだな。日本の陸軍は駐屯してなさそう。簡単に取れたもんね。そしたら、台湾の飛行場、1000機の航空機が配備可能。これはでかい。早速偵察機を飛ばそう。これで敵の動向が如実にわかる。手に取るようにわかるという状態になればいいですよね。ただ戦闘機の数も足りないよな。どうしても数が足りない。あとは上陸支援で近接航空支援機も入れたいですが、数が足りないな。あと爆撃機を飛ばすかどうかですね。とりあえず爆撃機は、50ほど出しますか。届かないね。全然届かないね。日本までは。沖縄が欲しいわ。沖縄があればね。九州、広島ぐらいまでは射程に収められそうですね。なんとか、そこまでね、射程を持っていきたいなというところですかね。なので、次、沖縄を狙いましょう。で、沖縄を取れば、日本本土をね、爆撃機の射程範囲に、航続距離圏内に収められますね。戦闘が起きないと、あと陸軍の経験値がね、ちょっと溜まっていかないというのがちょっと懸案かな。軍需工場は何を作るか。足りていないものを先に更新しつつ、あとは欲しいのが戦車だね。で、陸軍の経験値が溜まったら、歩兵のところをちょっとね、編成の見直しはやっていければいいかなと思ってます。さあ、では、台湾の占領を進めていきます。まあ、ここは全域を一気に取りに行きましょう。ここでね、強襲上陸を阻んでこなかったということは、おそらく台湾に日本軍はいないと見ていいと思うので、勝負をね、かけに行きます。で、海軍の方は敵軍の北アフリカとどうでもいいな。フィリピン。物資不足。敵の海軍を発見。ここだな。戦争に、艦隊戦になるようであればしっかりね、初戦、2戦目ぐらいまでが重要なので、勝っておきたいところですけどね。今のところ展開している海軍が戦闘している状況はなさそうですね。まあ海兵隊とかがいるわけじゃないので、強襲上陸もね、どこまで有効打が打てるかというのはちょっと微妙なところなんですけどね。まあ、とりあえず、強襲上陸ができたっちゃできたな。まずは、この辺一帯をしっかり広げて守るというところかな。ここは絶対に渡せない。ちょっと供給マップ見ましょう。あー、全然足りてないな。まあ本当にね、久しぶりのハーツ・オブ・アイアンなんで面白いですね。まあ何一人で興奮してんだっていうところだとは思うんですけど、そしたら台湾の占領はまあほぼ間違いないかなというところと、あとは、この後の作戦としては沖縄ですよね。さっきお話した通り、沖縄をなんとか取って、沖縄から、爆撃機を飛ばして、九州、四国、中国地方、この辺りまでを爆撃のね、範囲内に収めていければいいかなというふうに思ってます。で、洋島が取れれば東京も爆撃の範囲内にきっと入ってくるかなと、航続距離を伸ばしていければさらにね、その可能性も高まってくるんじゃないかなというところかと思います。というわけでちょっと今回短めですが、日本との開戦、そして欧州戦線への介入、いよいよ第二次世界大戦始まってますんでね、ちょっとしっかり計画を立てて、次回ですね、プレイの続きをやっていきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。